日目だよ。はい、おはようございます。こんにちは、香港3日目の行動開始でございます。昨日はね、主にモンゴクとか香港の経済の中心というか、まあ、大通りというか人が集まるところにデモの様子とか、も見に行ったんですけども、だいぶ人が戻ってきてね、普段の賑わいになってきてるっていう感じでした。で、今日は今はどこにいるんだろう、ここにいます。でまあちょっとここで観光とかした後にマッサージ受けてゆっくりしてもろもろして帰りたいと思います。今日もね、街の中心の方ではデモもやってるみたいなので、ちょっと危なくない範囲で動いていけたらなと思ってます。でもだいぶね、平和になってるようで、人もだいぶ来てるようでした。なんでね、とりあえずね、エビワンタン麺から朝始めてみたいと思います。ちなみにテンプルモールの中にある、なん全然読めないお店の名前でした。でもなんかミシュランの星を取ってるみたいですね。では行ってみましょう。こうやってこのまま食べるの？うん、このまま食べるよ。味ついてるよ、結構。あ、うまっ。え、うまっ。美味しいよね。なにこれ、魚介の出汁って感じ。魚介の出汁って感じ。店舗はこんな感じで結構綺麗ですね。あ、なるほどね。これ香港のデモのあれなの、名残なの。これがデモの名残や。あ、すごい。デモの後の掃除が追いつかないほど各地でデモが行われているようです。至る所にポスターが貼ってあったり、このようにデモのスローガンが書かれていました。あ、ありがとう。あ、どっちに行くの？え、わかんない。あ、でもこっちって言ってたね。言ってた。あ、この人こっち行った。すごい、うわ、占いストリートだ。温帯神です。9本の線香に火をつけて、大殿。これ燃え尽きたらお供え失敗かもしれない。熱い。マジで何お祈りしてる人もいます。とりあえず3本お供えればいいんでしょう。三礼しなきゃいけない。そう、三礼してお願い事しながら、お願い事をしながら三礼、お願い事すればいい。先ほどの大殿と同じようにお願い事をしながら三礼、その後お線香を3本お供えします。だいぶ参拝したし、次は本日のメトロを使いフォトスポットがある目的地チョイフンへ向かいます。名残だね。ほとんど片付けられてありましたが、ここにもデモのポスターを剥がした跡などがありました。剥がされてるね。さっきのとこはちょい、うん、というわけでフォトジェニックポイントでございます。香港人の、ね、生活感がすごいわかるので、写真をすごい撮ってる方もいますね。本日気温が26度まで上がるということで、12月1日なんですけど、めちゃくちゃ暑いです。この辺で見ると迫力が。なんてやつ？ヘイティ。喜びのお茶とか言ってる。フルーティーブーム。このかなりの人気店で開店当初はかなり熱そうです。ヘイティです。今度はコーズウェイベイを散策します。すごい、でも繁華街いいって感じだね。すごい、なんかもう歩行者天国感すごいね。うん、
巴黎去买啊。真的超可爱。没有，你先穿一个吧。そうなの？日本に帰った時に自由行ったらめっちゃ可愛い、可愛いっていうか、麻痺してるから可愛い。チェーンギーウォッチリペアとかも書いてあるし、そうですか。修理してもらいます。つけてる。全く言っておりませんでしたが、友人の時計の修理は今日の目的の一つでもありました。街中の小さなブースでおじさんが一人で経営をしていました。